シャツ。僕はそんなにむしゃつないわ。何やろな、あのハワイの気持ちよさ。何やろな。いや、ハワイ行ったことないでしょ、ちょっとやめて。まあまあいたはずやんか。PL 学園のエースとして、桑田選手は数々の伝説を残しました。完璧にコントロールされ、伸びるストレート。ダイナミックですよね。そして、鋭く曲がり落ちるカーブ。全部全部全員パイロットの試合を勉強したわけじゃないですか。カタカナで書いた紙剣を持って飛行機なんか持ってるわけです。ああ、相当アナログなやり方といえばアナログなやり方です。そうそう。V 字とリポンスコムチェリトリーに入らないんですよ。はい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 。森さんもかなりご堪能ですね。スコールだいだいだい。うわうわ。かなりごめんなさい、確認はできないけど、優勝は優勝だよな。パイロットはどんな状況だったんですか。パイロットはね、最初すごい駆けつけたのは警察人じゃなくて、空港で働いてた人らしいんですよ。近寄って行ったら、拳銃を出して、行ったわけですよ。天に向かってね、拳銃を撃ったの。警察でこう、行ったら、拳銃を撃たずに、従順に指示に従ったんです。ソ連側、いわゆる国側は何て言ってたんですか。いや、亡命ではないと。不時着であると。機体が故障して不時着したんだから当然返すべきであると。日本人が来るで拳銃を撃ったのは、飛行機を守ろうとしたんであって決して亡命の意思ではないということを言ったんですよ。でも本人はいや亡命をしたいんだと。本人は亡命。なるほど。これやっぱりね、リーダーさん、ソ連も相当焦ったは焦ったんでしょうね。まあ、ソ連とすればまず最新鋭 の戦闘機が、まあ、言ってみれば事情の敵国の手に渡っているという、それからやはりソ連の、まあ、戦闘機の指揮官がですね、亡命するなんてことはやっぱりその指揮とは実情の問題ですから、あってはならない、二重の意味でこれをやっぱり隠したいという意図はもうすごかったんでしょうね。やっぱ国の意思に関わることですね。パイロットはエリートですからね。はい。さあね、このアメリカも恐れたミグ25の性能とは、日本は機体の調査を行います。まだロールやってないの。パパもママもジェジもジャールも700万ダウンのマジかだよ。オッケー、長野ラグレッツが好き。強奪された巨大タンカー、ジッティ捕まえる。この夏、未来を守るための戦いが始まる。映画 S 最後の警官。一番嫌なの。不安？そうね、投資が初めてのお客様は確かに不安よ。だから私たちが一緒に考えるパートナーだって分かってもらえることが大事なのよ。ところで一郎、今どこ？アメリカ。初めての中へ積み立て投資、毎月1万円から始められます。ご相談は。